100年ぐらいですかね、中世。で、俺366真ん中ぐらいなんですけど、867あれおかしいな。最高峰から来るみたいなんで、どうすかな。俺はギリパスを取ると思うんですけど、間に合わないよね、翔さんが。すごい迷ってます。まあ一旦パスコーナー見て、で取って、まあ取ったとてでな、であるならば最初からパチンコ行っちゃった方がいいのかなっていう。でパチンコも埋まるよ、メインところは。何打つその800人ぐらい抽選受けて、ほとんど抜け番がないんで、抜けてないんで、むしろ増えてるまであるんでね、ちょっと…当たってんな。これやめた方がいいね。で、俺ね、見た目さっき良かったのが、ここがね、お下げに見えたんですよ。これ赤ダメだ。これ P だ。いい、こっちか。これいい。お下げだ。まあ、いや、よかったよ。おあこれか。で、これ割れて、で、もう一回割れたら 50%、 初代までいったら2、 50% ぐらい、 10% ちょい。へそでか？はあんまりよりこっちの方がいいと思う。はい、で北斗も見たんだけど、はい、多分ここがいいんじゃないかな。ここがいい。500円のこれ。もういいじゃないですか。500円。あ、僕も試した方がいい。いや全然、多分いいと思うんだよ。こんな差つけないでしょ。これステージむちゃくちゃいいよ。だステージもうほぼ入るみたいだから、はい、止めてステージに乗ったら止めてってやったら全然。500円1000円じゃないよ、500円だよ。本当に1000円じゃないですか。だから、いやだからユニコーン500円売ったんだもん。あ、そうで、これ500円。じゃあ、いいと思います。すごくいいと思います。昨晩ごちそうさまでした。
ったいい酒でしたね。なんか焼肉も美味しかったし、行き当たりばったりで行ったお店とは思えないですよね、はい、いい酒でした。スナックも、はい、見ず知らずの若者とだいぶ歌いましたね。生き投稿しましたね。すげえ長くなっちゃったもんな。うん、初め勝負したんですよ、はい、あれ心がこもってない。歌はうまいけど言ってましたよね。言ってましたよ、うん、確かにうまかった、うん、ちょっとうまいじゃないですもん、あいつですよね。ただ、うん、あれじゃ人の心はつかめないって言ってて勝負したのがいつの間にか意気投合して2人最後肩組んでたとしたからね。 ですよね、はい、いい夜を過ごしたにもかかわらず、はい、なんすか800万800万すいませんすいません。まあ一応パス俺も300何番で、はい、パスはもう無理だったんで。ですよね、はい、パチンコどう何がいいかな、まあ、北斗、はい、ユニコーン、ユニコーン、でもね今日は刑事のような気がして、なんかちょっと車の中でおっしゃってました、はい、はい、出しましたんで、はい、お待ちください。じゃあもう温まってる感じだ。大丈夫です。で、あの刑事だったら大丈夫です。ボロ強い。あ、畑はもう畑は畑豊かで、土壌は豊かです。おー、なるほど。あとはもう伸ばして種をまいて水をくれて育てて刈り取るだけ、刈るだけです。で、我々だけ今回2戦目なんです。もう他のチームは2戦置いてるんですよ。はい。で、松本ペロリナーは脱落。さすがにあれは無理かな。マイナス5000万円はちょっと脱落ですね。ですね。で、上にいるのが、青山チームと沖チーム、はいはい、で3000万円、まあ、青山チームが約3000万円、はい、で沖チームが3700万円、うん、まあちょっと追いつけたプラスで追いたいです。あとトータルは3000あるんですもんね、はい、あと、いや我々は今日含めて2000です。でしょ、はい、トータルで3000そうです、そうです。あと2000か。なんで我々はちょいプラなんで、はい、今日プラス終えることができれば。そうですね、まあ他力になっちゃいますけど、沖さんチームとりょうちゃんチームも、ね、このままプラスプラスでいくとは限らないですからね。だからこれ刑事、はい、まあ319、はい、4割だっけ取りが、はい、で 10% ちょいが、まあ、必要らしいじゃないですか、はい、悪い方に出て、うん、その当たっても通常当たっても通常ってやると、うん、あの再開争いに、まあ2人ですから、はい、ってなるともう3戦目は、はい、もう一旦勝負はぶん投げろ、これ。はい、もうベガ立ちしてるっていうような状況になっちゃうんで、はい、もう絶対最低限プラス。そうで、僕何べんも言うんですけども、1回でいいからこういう賞金を持って帰ってみたい、うん、四半世紀やってますから、ね、1回もないですから。なるほど、はい、結構やってる割には必ずや、はい、優勝しましょう、はい、はい、優勝したい、優勝したい。では参りましょうか。これステージすごい強いんで、ステージ乗ったら球打ち足止めるのがいい感じ。この通りなんか行かさせていただきます。半日打ったんですよ、この間実は、はい、はい、当たりました。当たりました、当たりました。ラッキートリガー行きました。はい、入りました。どうでした。1回、まあ、入ったのは1回だけで、はい、1万発ショットぐらいで終わりましたね。ではまあまあ平均ですよね、はい、1万ちょい。左に出ます、ね、3今3です、ね、3です。風合わせます。3にします。今3です。あ、ごめんなさい、先輩、先輩に入りました。先輩、先輩、ちょっと待ってくださいよ。先輩って、あ、でもこの保留、俺あんまいい思い出ないんだよな。でもこれは保留変化大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あ、本当ですか。保留は全然気にしなくていいです。これ疑似連がないんですよ。あ、あの強いパターン、強パターンです。当たり前ですけど。この辺でお期待できるようですね、はいはいはい、来ましたね。500円ですけど。何ですか。で、疑似がないんですよ。で、はい、これが、まあ、あの先まで来たんで赤まで行くんですよ。はい、マスターに来て外れるときだったらここと思って、で、金まで行くかどうかですね、はい、まあ、感覚的には赤で当たるのと金で当たるのが半々ぐらいかなっていう。あ、まあ、当然金の方がいいわけですね。そうですね、歌舞伎御免まで行ったらむちゃくちゃ強いと、はい、もう金嫌いですね。もう金が出まくってますね。はい、
何さあ4点敗、どうやら秋挫折でさあ発展しました、はい、赤のまま全然大丈夫です。手前が強いんで、でこれが長い長いと、はい、長いと来てるです。あーちょっと短い、ちょっと短いですね。ちなみに僕それ打った時初当たり3、4回取ったんですけど、はい、キセルは1回も出なかったです。ああなるほど、はい、今のところ何もない何もない何もない、これが止まれば止まらない。じゃもう一回動く、もう一回動くかも、動かないか、ここだ、ある、はい、あーあーあーすいませんまあまあご、ご挨拶ということで、すいません、はい、いえいえいえ、確かに今日は何かが起こりそうですね、これ、ええ、動きがあることはいいことだと思います。まあ、北斗でしょ、はい、でユニコーンの E、はい、あとラッキートリガー、はい、ラッキートリガー、スマパチ、はい、その3つで言うと、はい、ユニコーンのスマパチが一番どうやら動きはいいみたいですね。あれいいですね、しかも回せる、タッチするぐらい回せますもんね、うん、昨日半日で3000回転ぐらい回せましたもん。はあ、だからまあズガラズでは399なのかな、 348か、だけど倍回せるもんだから、はあ、それより初当たりあっちの方が多くなりますもんね。なるほど、収録向きですよあれ絶対。スタートチャッカー何かこういじりというか、はい、回るようにしたもので、はい、今まで流行ったのがないじゃないですか。ないですね、回るパチンコとかありましたけど ね流行ったのが一つもなかったんですけど、今回はちょっと例外的にいいです、ね、でやっぱストレスないですもんね。やっぱそうなんですか、俺打ってないんで。やっぱへそに球が入るって尊いなと思いますよ本当に来ました、バレました先輩ちょっと、はい、どうでしょう、もう次です。あらー、さあ金ブスマから始まりました。おお、一気に壁込みまで、これ外れる時用のやつじゃないですねこんな出しますこんなの本当、いや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 、スナックでいきなりフルーツ、結構豪華なフルーツ出されたみたいな感じですか、そうですね、頼んでねえけどなっていう無駄に高いやつ、3万ぐらいするやつ、これボラれてこれ感情ついてんのかなっていう、うん、はい、しかも3点ってどうなんだろうな、あんま関係ないです、ね、今回の8点とかないですもんね、はい、いやこれは先輩、2500円ですね、長い、こうなんのこれです、奇跡来ました、あーあらー、これは優勝しようってことか、さあキセルまで来た、さすが、さすがにですね、これはいやさあ課長月弱い方ですが、もうこれは関係ないね、これ外れる要素あります、いやないね、ないよね、ただ手前すげえ強くてだんだんシーソーミっていうのはあるんですけど、さすがに強すぎるんで、ええ、セルまで来て外れることはない、当たりました先輩先輩長女の試し打ちしたんで2500円使っちゃいましたけど、はい、2500円でさ当たり引きました、まだ売れたいのいやいやいや、売れたい、めちゃめちゃ当てるじゃないですか、いや優勝したいです、優勝したい、優勝したい、優勝したい、すごいだろう、うちの木村さあ、まあ、このぐらいのことしますから、このぐらいのことをしないとこうなれない感じだと思って、はあ、いやお見せしました、でこれはねこっちの方がいいです、歌舞伎 M から、あそうですか、はい、パーセンテージ決まって左やってましたけど、いや右の方が絶対です、あそう、はい、3回押してパーセンテージ上げていきます、はい、まず1発目、10 15、はい、あと2回、これ15は少ない方ですね、2、3、4までいかない、30、
ファンジュ、なんかいいな、5に、いい5に0、あの結構下一桁が大事なんじゃないかって出てないですけど、はい、俺の感覚わわわわ、あこれ下一桁9がやべんすよ、9がやべんすよ、やばいんだ、うん、3、9とかちょっと怖いな。さあでも59、そうなんですよ、本当に。へー、これはちょっともうダメ、もうないです。あ、じゃあ通常引いちゃいました。はいはいはい、まあ、6割こうすからね。すいません、いやいやいや、まあ、5割、いやいやいや、これ79で外しましたからね。へー、あんま、それも下9なんだ。9がね、なんかあんま良くないんですよ。へー、前回からイニシャル D ご紹介いただいたじゃないですか、はい、俺あの後もイニシャル D 打ち続けてるんですよ。俺も打ってますけど、うん、だんだん減ってきちゃいましたね、設置が。え、設置がそうですね、あと扱いがやっぱ存在になってきちゃって、そうなんですよ、ね、なかなか打てるとこもないですけど、あれはもっとなんだろうな、フォーカスされるべき台だったんじゃないかと思うんですよね。すごく面白かったんですよ、めちゃめちゃいい。この間収録で、はい、まあスペシャルディー撮ったんですよ、はい、その山田桃太郎がこう来て、はいはいはい、イニシャルディーか、稼働貢献3周って言われたこいつ最近よくなんかニュースじゃないけど、よくそれ出ますもんね、仕事にね。今稼働貢献だ、まだある。稼働貢献さん、あんまり、オカルトとかジンクスとかそういうもの信じないですけど、はい、まあ、後ろさんすぐ500円でバレが来たじゃないですか、はい、で外しました、はい、ですぐ当たりました、で通常だったじゃないですか、はい、どうしようってことなのかなって。えいやいや、神様がね、はい、うん、移動した方がいいんじゃねっていう、いい方には触れてないですよね。そうそう、ちょっとね、サインなのかなっていう気がしないでもないですけど、はい、ちょっとまだ移動の余地あるんで、はい、ありますね。ちょっと見てきます、ね。ちょっとお願いしてもいいですか、じゃあ。わかりました。まあ一番可能性があるのはエヴァか。エヴァ、エヴァンゲリオン。うんうん、なるほど。トキオ。トキオじゃねえよ。ね、勝たなきゃいけないときに、だからこっち、あ。なんだなんだ、こんなお宝があったじゃないか。稼働貢献三種が何が稼働貢献だバカ野郎あら、なるほど、これはいいですね、はい、あ、しかも福田さん、はい、このお店のイニシャルでは生きてますね、はい、息してる、息してますって80回とかありますもん。なるほど、はい、あ、バレました。あら、まあ 30% ですからね。そうか、これそうっすね、全体的にはね、ちょっと一般的なやつよりちょっと低いですよね。そうですね。さあ、展開試合ですね。さあ、ここです。さあ、保留が青に変わりました。はい、ジュジュに出だしはかもなく、不可もなく、あ、赤折りになりました。あ、金庫、さあ赤折りになって金庫になりました。この手前で金庫は珍しいですね。ね、あの発展するときですもんね。うん、あら、赤折りになった瞬間に金庫始まりました。金庫8割。やっぱりイニシャル D だったか。これ当たるな。このパターンは珍しいですね。また通常っていういやいや、77ありますからしかもノッキ 90% 持ってるっていうのが強いんだよな。これなんて言うか、お客さんこれ初回覚えてます？どうしたっけ、20連ぐらいしてましたよ、下で。あ、まあ結局一瞬だから ね、さあ、ここで、おお、またなる、はい、
これ当たったな。強いですね。強い。さあ、これが落ちれば限界領域。落ちない。いや、あるあるある。全然ある。金庫がなかったら若干不安な展開なんですが、さすがにこれが強いんで。お願い。さすが。よし。3000円ですね。だから相当値8000円。あれ、これ今日助かったとしたこれちゃんと入れないとダメだね。これ弾作ります。お願いします。ゆうさんもういいっすよ。ちょっと一回見届けますか。ああ見てくるんですか。入ると思われると。わかりました、はい、頼む。ああ大丈夫だ。もう大丈夫。 OK オーライ。マーカーまで行けば9割いきます。お見事。とりあえずこれ弾作っていきます。お願いします。よっしゃよっしゃ、目処が立った。本当にうまいと思う。さあ、なって消えました。あたりさあ、ラッキートリガーは5%。はい、消えました。あたりいいよ。いいです、いいです。はい、消えた。先輩、はい、これ多分違いますね。違う、多分違います。どこかに正解。あ、やばい。え、やばい、なんなかった。やばい、なんなかった。ちょっと待って、早い早い。あー、これ消えた。さすが。あー、いやー、さすがさすが。吉田さん、なんで、いいっすよ、俺これ頑張ってるんで。はい、頑張ってください。はい、次できますね。 OK です。伴って消えたんで、当たり渡り、青緑。はい、テストデカメユニコーン1台。ああ、ちょっと待って、1台出ました。あ、え、取った。ラッキートリガー入りました。うおさあ、5%の10ラウンド引いたんで、ここからラッキートリガー。ラッキートリガー入った。入りました、入りました。すげえ。やっぱな、決まっちゃうのか、ここで。やっぱイニシャル D だな、これ。完璧だ。うわあ。クマロー、はいはい、クマパチロー、はい、ユニコーンが一度空いてまして、俺それ試し打ちしたんですよ。今してないです。いや、俺が明日の、はい、まあ、触ってみてください。はい、で、はい、うんってなったら戻ってくればいいんじゃないですか。分かりました。30ぐらいあればいいはずなんで。1000円で10です。あ、1000円で分けて10でしたね。あのスマパチってゲソデカの方ですよ。はい、そうです。あ、本当に。ちょっと一瞬試しますね。はい、いいですよ。俺、まあ、96番ラッキートリガー入ったんで。よし、よし、大丈夫大丈夫大丈夫です、大丈夫です。はい、ちょっと悪くない向上心でいきますから。分かりました。うん、もうダメだな、ダメだな。それじゃダメなのよ。これは意味がないのよ。じゃあちょっともう一回トライ戻りましょうか、ね、多分今、はい、浜松市内でインシャル D でラッキートリガー消化してるの多分魚拓さんしかいないですからね。いや、日本全国でもだいぶね。いや、はい、まして東京都民でって条件つけたら、はい、多分本当唯一無理ですよ。あ、なるほど。インシャル D でハンドル右変ってとこのまま飯行きたい。96の無限の可能性を残してだからね。はい、消えた。この音いいよな。さあ、ここからは抽
戦、ライブ抽選の形は変わります。 1.1 分の1と 23.6 分の1を選択抽選を同時に抽選して 1.1 分の1を抽選という数に何年だっけな、俺すげえの見たんだよな。130か140年見たな。なんかポロリさんが登録の中だった。あいつも、はい、あいつも100年経ちました。あ、やれまたな、またまたみんなやべ。さあ、開けば大丈夫、大丈夫、大丈夫だと思う。ここで聞いてないかな。あ、聞こえない、聞こえない、ちまった。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、お願い、どうなんでしょう、お願いします。秋山なら嘘だろ。またまた、おほほほ、普通に終わったんですいや、あのね、はい、俺実はこれ北斗の友なんですけど、はい、ここなんだら新さんからスローライフの仕事が、うん、でラッキートリガーものの1時間半ぐらいで3回持ってきたんですよ。2,5,3 だったんですよ。だからこの高継続系のやつ、そこだと思ってたら大間違いだぞっていうのを思い知らされたんで。26%すっと笑っちゃいましたね、これ、はい、まあ一応今いくらですか、今年14です。14で俺が8、まあちょい前なんですね。そうですよね、まあ、全然持ち崩してないんで、まあ行くわけねえわな、ね、歩いてるわけないよ。パスロショ難しくねえですか。パスロそのものが空いてないですからね。もう一大事ですね。空いてるなんて遠いですね。遠いですね。人がいないだけで空いてないですからね。と、はい、なるとパチンコでやっぱ探した方がいいのか。そうなるのかな。こんなお店あるんだな。ありますね。これで遊戯人口が減ってるっつうんだからね、本当かと思いますよね。みんな大好きじゃない。でもとりあえず俺移動するたんびに当ててるんですよ。はい。刑事当てたじゃないですか。刑事当てて、はい、あ、そうですね、はい、また刑事戻ってヒット率めっちゃ高いですよ。あーっと、チャージ引いちゃいました。え、あー、引いちゃった。まあ、引いて悪いことないんですけど、ないないない、はい、チャージ引きました。おい、来ました。今日は俺が頑張んなきゃいけないのかな。ちょっとごめんなさい、なんかそんな感じになっちゃってます。この次ですね、これの次だと思います。はい、ここ、おい、え、ちょっと待って、バレからこれ行くの、これ当たりじゃねえか。あれ、これ当たりじゃねえか。当たり多分これ先まで行ったら多分当たり、先丸から行ったら多分当たり で割れて、次これもう一回割れて初代行くんじゃない。これ初代行ったら50%。ああ。たこれね、先丸から行かないのよ。多分当たりです。すごい。そういう系ってラッシュまで持ってきてる、あるあるないですか。これはないね。おそらくいただきマンモスだと思うんですが、いただきマンモス出ちゃいました。 でかい、で、なんだこれ、言います、でか、当たりました。あれすぐ当てますね。チャージ引いてから42回転。ああ、さっきね、朝は 59% じゃなかったね。はい、20はいかない。頭19。
30、19の後が38。50。もう一丁。行かない。9はや。54。どうだろう。どうなんですか。本当に五分五分じゃない。います。お願い。ダメか。ああダメだ。これ白くなっちゃダメなんですよ。ああ惜しいね。あと通常チャージのあと通常。さっきそれでやめましたよね。でも当たり寄ってる。いや寄ってる寄ってる。3枚目ですけど、使ってるのは2枚だから、ね、まあまあまだそんなやゆや言う段階じゃない。いやいや何も言ってない。あと言っときますけど、はい、俺意外と当たりを取るタイプですから。そうですよね、はい、はい、信頼の意思を、はいはい、承知します。案外そうですよ。形にはしてきてますから。おい、いや、まずこっちですよ。当たったら好き。当たったら好き。あった。お、何ですか。あ、これさっき俺当たったやつです。3だと弱い。割れていった。 ここで10%。もう1個いけば 50%。 なるほど。割れて、あ、割れない。あ、割れない。いや、全然ありますよ。 10%。あっき出せつ。あ強いぞ、すごい赤いルミ。ボタン。どういうこと？カズキソロ。あ、ダメだ。ダメ。ダメっぽい。ダメだ。赤か。気がせつ。長い？ああ、長い。長いですね、これ。九条パターン。三で勝ちを風月。これはチャンスアップないと厳しいな。いっちゃい。カブいって、いっちゃい。ああ、いかない。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 よし、なれば。あ、いった。あ、いった。ある？むちゃくちゃ強い、むちゃくちゃ強い。はあ。これは当たんなきゃおかしい。おかしい。まあ手前はないよね。まあ手前ないね、うん、まあ3のとこでしょ。おい。よし、32回すごいな、今日なんか。いやいや、もうちゃんと昨日の昨日のスナックのもお返しますね。大丈夫です。もう今度はね、だってケージ3回目だもんね、俺。すごい、もう3回乗ってるの。通常で来てます。はあ、ここはもう絶対出る。78で当たらなかったことがあるって言ってましたっけ。79か。はい、しょっぱなから20は、ね、いいですね、今まで頭20はくらい1でしたもんね。はい、20、いいですね、切りのいい数字。はい、20の次40に上がんない。35、あ、いいですね、20、35。さあ、ラスト40のまま。逆に熱いってことないですか。45、20、35、45。嘘だろ。ねえ。ねえ。あ、そう。あ、いや、すごいけどね。すごいけど。
わ、腹立つわ。ちょっとまあ まあ、パーセントっていうのかな、の事情が今一つつかめないですね。まあ、まあ、大きくなる方がいいのは分かるけど、もっといい時上がります、上がることが多いです。